日本のおよそ 80% の世帯が保有しているという自動車。通勤、買い物、家族の送迎、ドライブ、日々の暮らしの中で重要な役割を果たしている自動車ですが、自動車に関して発表されたあるランキングが海外のネット上で大きな話題になっていました。そのランキングでは日本が1位、韓国が2位という結果だったのですが、この結果に日本は世界一恵まれているという声が上がっている一方で、この結果は理解できない、これは本当なのかという声も上がっているそうです。日本は世界一恵まれていると評価された一方で、この結果は理解できないと言われてしまうランキングとは、車の何に関するランキングなのでしょうか。そこで今回は、自動車に関して発表されたあるランキングとは一体何のランキングなのか、そしてどうしてそのランキングで日本は1位なのかということを、日本と海外の車事情を比較しながら私、葵が見ていきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。海外のネットで話題になっていた自動車に関して発表されたあるランキングは次の通りです。10位オーストラリア 7.1、 9位イタリア 6.8、 8位オランダ 6.6、 7位カナダ 6.5、 6位フランス 6.4、 5位アメリカ6.2、 4位イギリス 5.8、 3位ドイツ 5.5、 2位韓国 5.1、 1位日本 4.9。 皆さんはこれを見て何のランキングだと思われましたか？この数字、実は自動車保有期間ランキングなんです。自動車保有期間とは、どのくらいで次の車に買い替えるかということ。平均して10位のオーストラリアは 7.1 年、1位の日本は 4.9 年で車を買い替えているということです。日本は世界で一番車を買い替えるまでの期間が短いという結果になったのですが、外国人たちからは様々な声が上がりました。どんな声が上がっているのか早速見ていきましょう。日本ではトヨタの車もたった5年足らずで買い替えるってことなのか？そんなの理解できないよ。日本には5年足らずで乗れなくなってしまう車なんてないでしょ。壊れていないような車をどうして買い替えるの？日本では小さな車に乗っている人が多いからね。小さな車なら買い替えやすいんじゃないか？日本にはお金持ちが多いのかしら。ちょっと昔の話だが、俺の友人の日本人は同じ車に20年くらい乗っていたぞ。昔の車は修理が簡単だったからね。俺はメキシコ人だが、同じ車に15年以上乗っている。買い替えたいが予算がない。日本は壊れにくい車を作る国なのに、このランキングは本当なのか？日本は平均 4.9 年で車を買い替えるという結果に外国人たちは驚いているようですが、皆さんはどう思われましたか？日本ではおよそ 80% の世帯が保有しているという車。どんな時にその車を買い替えようと思うのでしょうか？車は進化を続けています。衝突被害軽減ブレーキ、いわゆる自動ブレーキが国産の新型車では2021年から義務化となり、継続生産車でも2025年12月から義務化されます。自動ブレーキなどの安全面だけではなく、使いやすさや乗り心地、燃費、環境に対する配慮など、車を買い替えることによってより安全、より経済的、より快適な走りが可能になるということで買い替えようということに。またライフスタイルの変化も車を買い替えるきっかけになります。例えば家族が増えればより大きな車、雪が多い地方で暮らすことになれば雪に強い車と、ライフスタイルが変化すればその変化に応じた車が必要になります。そして
故障も車を買い替えるきっかけに。修理の見積もり金額を見て、これだけかかるならいっそ買い替えようと決心することもよくあることでしょう。修理費用が必要になるのは故障した時ですが、故障とは関係なく必ず必要になるのが車検費用。小型乗用車の場合、一般的に必要な法定費用と車検基本料の合計は7万円から10万円程度。7万円から10万円程度が2年ごとの車検のたびに必要になるのです。この金額に加え、使用年数が長くなれば部品の劣化が進み、部品交換や整備にかかる費用がかさむことになります。なので、車検を受ける前に買い替えようと思うんですね。また、一定年数を超えたガソリン車は税金の負担額が大きくなります。これはガソリン車の排出するガスが地球温暖化などに悪影響を与えると見られているから。より安全で経済的で快適な走り、ライフスタイルの変化、故障、車検、税金。これらが日本では車を買い替えるきっかけになっているんですね。そして短い期間で車を買い替える場合は他にも理由が。短い期間で車を買い替える場合は、新車から新車へ乗り換えるというパターンが多いようです。日本の自動車メーカーでは、新車を購入した場合、特別保証期間を新車登録から5年、または走行距離10万キロメートルと設定している場合が多いそうです。新車を購入すると、メーカーが定めた期間であり、正しい使い方がなされている場合であれば、その修理を無料で行ってもらうことができます。この期間が特別保証期間です。また、新車を購入すると最初の車検は3年後。2回目以降は2年ごとに車検を受けなければなりません。5年経過すると2年ごとに車検を受けることになるのですが、車検を受けた際は法律で定められた法定費用、車検業者に支払う車検基本料、部品交換や整備にかかる費用を支払うことになります。この部品交換や整備にかかる費用は、使用年数が長くなればなるほどかさむようになります。そして、車の価値は使用年数が長くなるほど下がり、下取り価格も低くなっていきます。車は登録から5年が経過すると、極端に価値が低下。なので、車を下取りに出すなら、5年が経過する前がいいということになるのです。メーカーの特別保証期間、車検、下取り価格、これらを総合的に考えると、買い替えるなら5年未満ということになるのでしょう。また、新車を短い期間で買い替えるなら5年ではなく3年という人も。3年で買い替えると、まとまった費用が必要となる車検を一度も受けることがなく、任意保険の新車割引で保険料も抑えることができ、車の状態にもよりますが、より高い価格で下取りしてもらえることが多いことから、新車を買い替えるなら5年ではなく3年という考えになるそうです。価値があるうちに車を下取りに出し、進化した新車に乗りたいという気持ちも、日本は世界で一番車を買い替えるまでの期間が短いという結果に関係していると思われます。さて、車を買い替えるきっかけにもなっている車検。車検制度がある国もあればない国もありますが、日本の車検は他の国と大きく異なるようです。自動車保有期間ランキングには、日本の車検制度を経験したり、日本人から日本の車検制度について聞いたりした人々から、日本の車検制度に驚いたというコメントも寄せられています。そんなコメントを交えながら、もう少し自動車保有期間ランキングに寄せられた声をご紹介しましょう。以前、ネットで日本の車検の動画を見たけど、あそこまでしなければならないものなのかと疑問だったよ。車は人の命を運ぶものだから、徹底して検査するのはいいことだ。私はイタリア人で、私の国にも車検制度があるが、日本の車検費用は驚くほど高い。私は日本に住んでいるが、日本人の友人が車を買い替えた。買い替えた理由は車検だったから。どうして車検が車を買い替えるきっかけになるのか、彼に説明してもらうまで理解できなかったよ。彼の車はまあまあ古かった。これから修理が増えるような古い車に高い車検費用をかけるより、
燃費のいい新しい車に買い替えた方がいいからって彼は言っていたよ。独身の時は数年で車を買い替えたが、結婚して子供が生まれてから考えが変わった。独身の時は新しい車に乗りたかったが、家族ができたから車は思い出が詰まった乗り物になったんだ。まだ乗れる車を買い替えるなんてもったいない話だ。日本では廃車にされるような車が私の国では現役で走り回っている。私はカナダ人だが、カナダには車検がない。私は日本人の妻と日本で暮らしているが、車検という制度を日本に来て初めて知った。日本では車を所有していれば車検を受けなければなりませんが、車検制度がある国は世界では少数派。車検制度が定められている国はドイツ、イギリス、フランス、スイス、イタリア、シンガポールなどです。アメリカは州によって異なり、ニューヨーク州やニュージャージー州などでは車検制度がありますが、アラスカ州やアイオワ州などでは車検制度がないそうです。日本ほどではありませんが、車検制度がある国ではドイツ、イギリスが車検制度が厳しい国と言われています。ドイツでは新車購入後3年目に1回目の車検、その後は2年ごとに車検を受けることになります。日本と同じです。車検内容は電気系統や機械の検査の他に排気ガスの検査が行われ、検査が通らなかった部分があれば1ヶ月以内に修理をし再検査となります。イギリスでは新車登録後4年目で1回目の車検、その後は毎年車検を受けなければなりません。そんな車検のある国の中で日本が他国と大きく異なっているのは、徹底した検査と車検にかかる費用の高さ。車検の時に支払わなければならない費用には、法律で定められている法定費用と車検を請け合う業者などに支払う整備費用があります。整備費用は車検基本料の価格を比較して業者を選ぶなど、費用を抑える努力をすることができますが、法定費用はどうすることもできません。法定費用には自賠責保険、自動車重量税、検査手数料がありますが、日本の検査手数料は3000円以下、イギリスやフランスの検査手数料は1万円以下、シンガポールはおよそ4000円、ドイツは3000円程度なので、日本の検査手数料3000円以下は高額とは言えません。日本の車検が高いと言われるのは、自賠責保険と自動車重量税が法定費用に含まれているからです。自賠責保険の正式名称は、自動車損害賠償責任保険。自賠責は絶対に加入しなければならない強制保険で、誕生したのは1955年です。この頃は日本経済の成長期で自動車の保有台数が増大。それに伴って人身事故も増加し、1954年の交通事故による負傷者数はおよそ7万2000人。死者数はおよそ6400人となりました。1950年の負傷者数はおよそ2万5500人。死者数はおよそ4200人。4年間で負傷者数はおよそ 2.8 倍、死者数はおよそ 1.5 倍になったのです。このような状況の中、交通事故の被害者を救済するための強制保険として自賠責は誕生したんですね。そして自動車重量税が施行されたのは1971年。本来の目的は、重量の重い自動車が道路を走ると道路を劣化させるので、その埋め合わせをするため。その後、自動車重量税は車社会に適応した道路を整備するために使われるようになりましたが、平成19年度には道路環境が整い、自動車重量税を徴収する意味に疑問が生じてきました。すると国は2009年に自動車重量税を一般財源化。これにより道路の建設や整備以外の目的でも自動車重量税を使用することが可能に。この自動車重量税の一般財源化には、本来の目的から外れた使い方をされているので、自動車重量税は廃止すべきだという声も上がっています。さて、自動車保有期間ランキングの結果については、まだまだ多くのコメントが寄せられていますので、最後にもう少しご紹介しましょう。
アラブのお金持ちたちは頻繁に車を乗り換えているんだろうと思っていたけど、そんなことはないんだね。私もいい加減、いろんな性能が備えられた新しい車に乗りたいよ。でも新しい車は高いからな。日本には経済的に豊かな人が多いんだね。このランキングで韓国が2位なのは、マイホームを持つことを諦めている若者が多いからだと思う。韓国には家が無理ならせめて新しい車に乗りたいって思っている若者が多いんじゃないかな。だから短い期間で車を買い替えるんだよ。近頃は自動車を所有することも難しいのに、5年足らずで買い替えるなんて。車が好きな人間にとって日本は世界一恵まれた国だ。もう15年トヨタに乗ってるけど買い替えたいとは思わないね。何の問題もないから買い替える理由がないんだ。私の国では10年以上同じ車に乗り続けている人も珍しくない。日本が最も短い期間で車を買い替えている国とは意外だったよ。なんとなく日本は同じ車に長く乗るってイメージがあったから。日本車は壊れがたいと思っているからかな。自動車保有期間ランキングで1位だった日本。平均的な日本の自動車保有期間は 4.9 年ということでしたが、皆さんはどのくらい同じ車に乗られていますか？そして、より安全で経済的で快適な走り、ライフスタイルの変化、故障、車検、税金。日本ではこのような理由をきっかけで車を買い替えようと思う人が多く、メーカーの特別保証期間、下取りに出す車の価値などから短期間で車を新車に買い替えるという考え方もありましたが、皆さんはどんなことをきっかけに車を買い替えようと思われますか？この動画の感想とともに、皆さんの自動車保有期間や車を買い替えるきっかけをコメント欄でぜひお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。